ビデオカメラのデータ復旧を行いました。神奈川県川崎市のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは JVC エブリオ GZMG760。 ビデオカメラが故障し、液晶画面が真っ暗で何も映らないという状況です。データ復旧処理を行い、41時間7分の動画データ 100% の復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。